よし。じゃあ、行きます。今の絵は何をペコーラが罪を犯したのか、GO! あー、配信のネタがねペコだよ。デビューから常に視聴者を楽しませ続けてきた長田ペコラも、最近は配信のネタ不足に悩まされていた。おい、マジこれリアルハハンライいなそんなある日、ホロライブメンバーの秘密を 爆語系 VTuber に転身。再生数欲しさに仲間たちの秘密を暴露だけではなく、事実無効の犯罪歴といった過去まで捏造。さらには配信で話されたくなかったら金を要求。<laughs> ホロライブの仲間たちに恐喝行為をするように、こんな悪事に耐えられなくなったのか、メンバーたちは警察に被害届を提出。恐喝の容疑で逮捕された。強 まさにそれれです <laughs> ま、ねね、これちょっとさワンチャンさペコーラがや,やりかねないものさ出すなよスタッフたちはバカ野郎あそういやなんか秘密系言ったら多分リスナー好きペコだよなんていうか 300, 回300万回生やばくね <laughs> ペコーラもこれやってる時点でホロライブじゃないね多分もう個人勢になってる可能性はありますねこの暴露系 に転身した時には多分もう卒業 <laughs> ホロライブからの卒業かなこれもしてたらおークビになってるでしょ確実にでさらに配信で話をされたくなかったら金を用意しろ <laughs> もどんだけ金好きなんだよとぺこちゃんそこまで好きではございません皆さんいや嫌いと言ったら嘘になる嫌いと言ったら嘘になりますペコですけど そんなに欲しくないそこまで欲しくないそんなことするような顔してなくないじゃあみんなが判決出してる間にペコーラがあのー、言い訳タイムするわ。みなさん、聞いてください本当に 言うぞよ次までふざけんな前らペコちゃんの聞いてペコちゃんの聞いて聞いてから押した方がいいよマジで本当にみんなと一緒に会いたくて、ね、ちょっと、ちょっと、暴露系の、あの、秘密を教える動画がバズってるのをコーラ実は見て、それでちょっとついで気心でやってしまっただけで、本当に、本当にごめんなさい。欲に囚われただけでもう、ベコーラ、あの、 んですいいの配信2ヶ月に1回とかさ、記念ライブの前後だけでも、しか配信しなくてもいいんですかこれが有罪になったらそうなっちゃいます、ペコですよ。よ思い返した方がいいと思え。ねえ、多すぎ有罪。変わんねえじゃん、マジで。なあ。恐喝なんてしてないです。判決。 有罪90%。10%の人はペコちゃんのこと無罪って言ってくれてるペコだから、まあ、わあ,あまあまあまう、まあ、ネタなくなったらそういうことペコだよな、ネタなくなったら。まあこ